ロバート・ワイアットはイングランド出身のロックミュージシャン、シンガーソングライター、元ドラマー。若き日はカンタベリーロックバンドのソフトマシーンやマッチングモールに在籍。事故でドラマーの道を断たれてからはソロシンガーとして活動した。ソフトマシーン在籍時代1960年代はカンタベリーミュージックの質素ワイルドフラワーズで活動した後、 同バンドから発展したジャズロックを代表するバンドソフトマシーンのドラマー兼ボーカリストとして1968年にデビュー。1970年には初のソロアルバムを発表し、またシドバレットのソロアルバム帽子が笑う吹き耳でもドラムを叩いた。しかしソフトマシーンと自分の音楽性との乖離が顕著となり、アルバム4では 自身の曲が一つも入らず、また、ボーカル曲も一曲もなくなり、同作を最後にバンドを去る。ソフトマシーン脱退後、1971年11月には、ベルリンにおけるフェスティバルのためにニューバイオリンサミットを結成する。また、デイブ・シン・クレアラとマッチングモールを結成して、1972年に2枚のアルバムを発表した。しかし、とあるパーティの席上で、 テキーラとウイスキーを飲み寄ったまま4階の窓から転落して重傷を負い、その後遺症で下半身不随となる。ドラマー生命は絶たれることになったが、多くのミュージシャン仲間に支えられ、ニック・メイスンがプロデュースを担当したソロアルバムロック・ボトムでシンガー・ソングライターとしてカムバックを果たした。その後もマイペースな活動を続けていたが、二千十四年に英国の音楽史、 アンカットのインタビューにて、音楽創作からの引退を発表した。他のアーティストとの交流も盛んで、ブライアン・イーのアンビエント1、ミュージック・フォー・エアポーツ、坂本隆一、ビューティ、秒区、メダラ、デビット・ギルモア、オン・アン・アイランド、ポール・ウェラー、22ドリーム・ストーに、ゲスト参加。デビット・ギルモアのライブにたびたびゲスト出演しており、ライブ DVD、デビット・ギルモア、 インコンサートでも歌唱するワイアットの姿がある。ライブアルバムについてはソフトマシーンディスコグラフィを参照。ありがとうございます。